ただいまより、株式会社 AGP、2025年3月期第2四半期決算並びに中期経営計画進捗説明会を開催いたします。よろしくお願いいたします。本日は株式会社 AGP 投資家向け説明会にご参加くださいまして誠にありがとうございます。私、社長の杉田でございます。この後30分ほど私から資料の説明をさせていただきます。 残る時間でご質問にお答えしたいいと思まず目次をご覧いただいておりますけれども本日は昨日10月30日に発表いたしました2024年度第2四半期中間期決算をご説明の後に中期経営計画進捗状況と2024年度の主要な取り組みについてご説明をさせていただきます。 それでは4ページにお進みくださいまずエグゼクティブサマリーです第2四半期の決算数値と過去5年間の同期の推移をまとめております今期は旺盛なインバウンドに支えられた航空需要の増加を背景といたしまして増収増益基調にあり2020年度以降確実な回復を示しております 第2四半期の決算の計画対比におきましては全社で増収増収益となっております。セグメント別では商品販売事業が納期先送り等の要因で減収減益となった一方でエンジニアリング事業が増収増益動力供給事業では原材料費の価格転嫁制度これによりまして利益圧迫を回避できたということによるものであります。 通期見通しにおける気象予想との対比では売上及び各利益段階ともに上回ることができましたので通期業績予想を上方修正することといたしました配当予想につきましても期末を5円増配の25円といたしまして年間配当予想を45円といたしました次のページにお進みください 計算書の概要でございます売上高は66億100万円対前年5億9400万円9.9%の増収となっております。これは国際線の運行便数の増加と国内線の業務量の増加により動力供給事業エンジニアリング事業こちらが堅調に推移した結果によるものでございます。売上減価につきましては 増収に伴い原材料費が増加した一方で各種費用の抑制に努めた結果3億7 0万円7.4%の増加にとどめることができております。全社費用については7,200万円11.6%増加し6億9,800万円となりましたけれどもこれは成長事業の創出に向けた人的資本投資の実行この他に 事業投資のの検討ににおけるる活動等を行った結果によるものでございます営業利益につきましては1億5100万円43.1%増益の5億200万円とすることができております。経常利益につきましては第一四半期に発生しました電力料金過払い金の返金4400万円による営業外収益がございまして1億9300万円 5増益の5億万円となりました親会社株主に帰属する当期純利益につきましても1億6400万円78.2%増益の3億7500万円と前年度を大きく上回る結果となりました次のページでセグメント別の売上状況についてご説明をさせていただきます。 まず動力供給事業からご説明いたします売上高は29億7000万円と前年から1億9800万円7.2%の増収となりましたこれはインバウンド需要によりまして中国便等の国際線の運航部員数の増加に伴いまして当社 GPU 設備の電力供給機会が増加したことによるものでございます エンジニアリング事業につきましては、売上高が31億7,700万円、前年対比3億3,400万円、11.8%の増収となりました。内訳についてご説明いたします。空港内既存領域においては、施設保守で機器の更新工事が増加し、1億2,400万円増加したことに加え、整備保守において旅客手荷物搬送設備に付帯します、 ファストトラベルに資する機器の設置工事また設備の更新工事等が増加し9700万円の増収となっておりますビジネスジェット支援につきましては定期中期数が増加いたしたことによりまして6500万円の増収と好調に推移いたしました空港外領域となる物流保守サービスにつきましては物流倉庫関連設備における保守業務のプライシング改善に加え 施工管理等の技術者支援業務に応じすることで、えー、堅調に推移しております。続いて、えー、商品販売事業です。売上高は四億五千三百万円と、前年から六千百万円、十五点七パーセントの増収となっております。これはフードシステム販売において、介護福祉施設へのカート販売が減少した一方で。 GSE 等販売において航空機用ブレーキクーリングカート等の販売が好調に推移した結果でございます。なお、フードシステム販売の減少につきましては納品時期の先送りが要因となっております。次のページにお進みください。2024年度業績予想の修正についてご説明させていただきます。 はいえー、それでは2024年度の業績予想の修正についてご説明いたします。売上高は当初計画の143億円から143億1,000万円と1,000万円0.1%の増収を見込んでおります。 決算報告でもご説明いたしましたけれども、エンジニアリング事業が堅調に推移したことによるものでございます。売上減価につきましては、業務効率化に取り組み、品質を担保しながら、省力化に取り組んだことによりまして、労務費、委託費等が大きく伸びることなく、空港内業務の回復に応じできる見込みをしております。営業利益です。 まあ、これらの結果営業利益につきましては8億1,000万円から10億7,000万円と2億6,000万円32.1%の増益と予想しております。当期純利益につきましても7億5,000万円と2億3,000万円44.3%の増を見込みました総じて申し上げますと期末予想といたしましては「基礎予想」 対比といたしますと微増収増益ということになっていますなお前年対比をさせていただきますと基礎におきましては増収減益という予想をしておりましたけれどもまあこの度の修正によりまして増収微増益に修正をいたしておりますそれでは次のページにお進みください 対,借対象表についいてご説明いたします、えー、左上の資産合計をご覧いただきますと130億200万円前期末費7億9300万円の減少となりましたこちらは事業活動に伴って流動資産が減少したことに加え固定資産では減価償却が進行、えー、これは3億300万円ほどですけれどもした一方で 投資が1億8,700万円であったことなどから1億5,400万円減少しております上段右側ですが純資産については配当金の支払いと利益計上の加減算によりまして4,600万円減少しておりますまた有利子負債につきましては長期借入金の返済等によりまして1億1,700万円減少しております 左下の分析指標ですけれども、ROE は8.0%と前年を上回ることができております。一方、自己資本比率につきましては71.6%となっておりまして、この先の課題と認識しているところであります。今後は、手元資金に加えて有利子負債等を活用しながら、成長に向けた投資の実行を進め、50%台に 低減させたいという考えを持っておりますそれでは次のページにお進みくださいここからはセグメント別業績について少し掘り下げてご説明させていただきますはじめに動力供給事業でございます売上高は前年同期の27億7200万円から29億7000万円と1億9800万円7.2%増収しております 増収の詳細につきましては次のページでご説明いたします。本動力供給事業につきましては動力供給設備の固定費負担が大きい事業でございますので売上高が損益分岐点を超えた現段階で事業収支が改善していく局面にございます。前年対比での売上高が7.2%伸びたことに対してセグメント利益は27.2%の増と大きく伸びております。 当事業につきましては右下にございます通り地上中期中の航空機に対して地上から航空機用の電気と冷暖房機を供給することによりまして中期中の航空機の機内に快適な環境をご提供するとともに CO2 の排出量を航空機の補助エンジンと比較して10分の1以下に低減させるという空港の脱炭素化の実現に貢献する事業でございます。 次のページにお進みください。このページでは、動力供給事業において、前年同期と比較して、売上高、売上高構成費についての推移をお示ししています。中段左側の売上高構成費をご覧ください。中国、韓国系エアラインの売上高の構成費、これは未だ低いと言わざるを得ませんけれども、対前年で3.3ポイントのプラスと。 上昇傾向を示しておりますまた下段左側の表をご覧ください対前年1億9800万円増収の構成要素の中で中国韓国系エアラインが全体の56%を占めていますまたその他の外国系エアラインも含めると95%という大きな割合を占めておりますので国際線が大きく回復してきているということを示しております 加えて、右側にグラフをつけておりますけれども、中国・韓国系エアラインに対する、当期第2四半期時点の売上高、累計額の3億300万円について、第1四半期と第2四半期の推移を表しております。第1四半期では1億2800万円の売上高でしたけれども、第2四半期では1億7500万円の売上高となっております。第2四半期におきましては、 第一四半期対比で三十六点七パーセントの増加ということで旺盛なインバウンド需要を反映して中国韓国系エアラインの売上高が増加しているということがお分かりいただけると思います。空港における CO2 排出量の削減については次のページでご説明させていただきます。このページはナショナルアジェンダであります。空港における脱炭素化の実現こちらに向けて 当社動力供給事業における CO2 排出削減量こちらの推移と当社の目標をお示ししております。当社は2030年度末までに GPU 利用率100%というのを目標に掲げております。航空会社の皆様へ当社 GPU の利用を促進しておりこの取り組みによりまして環境貢献と 利益創出これを両立させ企業価値の向上を目指しております。下段右側の CO2 排出削減量の推移を推移と目標をご覧ください。2024年度におきましては年間29.9万トンの削減目標を掲げる中、第二四半期時点においては14.6万トンと進捗率は48.8%。 GPU 利用率は54%にとどまっております引き続きさらなるサービス向上に努めると同時に CO2 排出量の削減の必要性につきましてお客様であるエアラインにご理解をいただけるよう取り組んでまいりたいと考えている次第です次のページをご覧ください続いてはエンジニアリング事業であります売上高は28億4200万円から 31億万円と伸びておりますまたセグメント利益は5億4100万円から6億3600万円と7.5%の伸びとなりました売上高が伸びた背景につきましては先ほどセグメント別売上高あのところで触れた通りですけれどもビジネスジェット支援の売上高が51.5%プラスの6500万円 調したというこ,とこれにつきましては定期中期契約の増加に加えて臨時中期の増加も大きく伸びたそして貢献してくれたという結果であります。また施設保守の売上高が16.5%の伸び1億2,400万円の増整備保守の売上高も 7.4%9,700 万円の増を示しておりますけれどもここ数年間 停滞していた施設設備の更新工事こちらが増加傾向となっているものであります今後も設備の更新工事とフロービジネスが増加していく傾向にあると考えております物流保守サービスにつきましても売上高3億7600万円と顕著に推移しております費用につきましては作業効率の改善等による生産性の向上を進めており 利益の向上に努めているところであります当事業は右下にありますとおり空港内手荷物搬送システムや旅客搭乗橋設備各種のセキュリティ機器など特殊機械設備といわれるものの設置や保守管理といった業務これ,とこれらで培った技術力を空港外へ展開している物流センター等の運用保守業務 設置工事管理技術者派遣業務等で構成さされております次のページをご覧ください商品販売事業につきましては保冷再加熱対応のフードカートを病院介護福祉施設等に販売するフードシステム販売航空機地上支援機材 GSE と呼んでおりますけれどもこちらをエアライン等に販売する GSE 等販売 その他に電力販売を行っております。このうち GSE 等販売につきましては航空機用ブレーキクーリングカート等の販売が好調に推移いたしましたブレーキクーリングカートにつきましては今期は従来のエンジン式のものからバッテリー駆動式の商品の販売が伸びておりますここのようなところでも、 空港における CO2 排出量削減に対しての貢献を進めているところでございます一方フードシステム販売につきましては介護・福祉施設へのカート販売の納品先送り等によりまして対前年で減収という状況となっておりますけれども通期業績には影響はございませんセグメント利益につきましては赤字が継続していると いううこととでもう一段の業績改善が必要と考えております GS 伊藤販売における EV 補助金の活用ですとかフードシステム販売におけるパートナー企業と連携した展示会出展これによりまして商品の認知度向上により販売を促進売上高拡大の取り組みを継続していくことで早期黒字化を目指してまいります。以上が2024年度第2四半期。 中間期の決算の概要となります続いて15ページに進んでいただきまして中期経営計画の進捗状況と2024年度の主要な取り組みについてご説明いたしますはい、このページ中期経営計画の進捗ですけれども中期経営計画では3つ,の3つのステートメントといたしまして ESG 経営を推進 成長の実現と戦略投資と還元の両立を行うというメッセージを掲げていますこのページにおきましては ESG 経営の推進について主要な取り組みについて整理をいたしております環境エンバイロメントにつきまして先ほどもご説明いたしましたけれども CO2 排出量の削減は前年同期比で7.2%伸長しております また航空機の出す炭素化に強い関心を持たれていらっしゃいますグリーントランスフォーメーションイニシアチブ主催の羽田空港視察会が開催されました今回航空局東京空港事務所からの招聘に応じましてこのグリーントランスフォーメーションイニシアチブ構成員の皆様に対して当社の航空機用動力設備 GPU 設備と EV 充電設備についての詳細をご説明させていただいております今後も空港の脱炭素化に向けて広く理解を深める活動に努めてまいりますソーシャル社会につきましてですけれども AGP にとって人材は価値創出の原動力であり最大の資本であるということを考えています当社は戦略,戦略目標である成長事業の創出 技術研究開発等の実行を加速させるためには、新たな人材の確保や従業員の能力開発を行っていきたいと考えているところであります。また、外国籍従業員、こちらはタイ,タイ国から来ているタイ人のスタッフ、これを今期20名増員しております。現時点におきましては、38名のタイスタッフが活躍してくれています。 今後、ダイバーシティ経営の推進といたしまして、外部専門家を起用したセミナーですとか、従業員講師により内製化した社内研修など、こちらを計画しているところであります。最後、ガバナンス企業統治につきましてですけれども、コーポレートガバナンスコード各原則への対応として、今期は8月末の取締役会におきまして、特別委員会の設置を決議し、 特別委員会を組織したところでございます次のページにお進みくださいはい、戦略投資と還元の両立というところで主要取り組みについてご説明させていただきますまず更新投資につきましては固定式埋設型 GPU の設備維持更新を進めていますまたコンボの導入につきましてはお客様の要望による機材の使用変更と きめ細かく対応を図っていいるところでございます成長投資事業投資につきましては必要となる機能具備に向けた技術調査検証を開始いたしました、はいえー、人的資本投資につきましては賃金水準の引き上げと外部から専門知識を有する人材の積極採用を進めているところであります研究開発投資につきまして こちらは当社固有の技術である固定式埋設型 GPU の性能向上、技術革新に向けた研究開発、技術研究開発を推進しているところでございます。続いて右側、成果の還元につきましてご説明いたします。59期につきましては、昨年ですね、期末配当の10円増配を決定し、 年間配当は四十五円とさせていただきました。現在二年連続で増配をしているところであります。今期第六十期の配当につきましては、基礎では中間二十円、期末二十円。年間配当予想を一株当たり四十円とさせていただいておりましたけれども。直近の業績向上に伴いまして、通期業績予想を情報修正いたしました。これに伴いまして、配当予想につきましても。 期末配当を5円増配の25円、年間配当予想を45円とさせていただいております。また、中期経営計画の初年度である2022年度からの実,実績を踏まえますと、3年間での総還元成功は100%以上と予想しているところでございます。なお、今期の配当成功について、 補足させていただきますと、2024年度の配当を45円とした場合につきましては、配当成功80%と予想しているところでございます。次のページをご覧ください。私は今年4月に社長に就任いたしました。まあ、基本方針は基本方針といたしましては、当当社は独立した上場企業ですので、上場会社にふさわしいガバナンスの水準を備え。 公正な判断のの上で透明性の高いい経営をを実践するととうことを心に誓っておりますその上で従業員がやりがいを持って安心して仕事に集中できる環境を整備・提供すること多様性の確保・容認を通じて魅力ある会社を目指すこと従業員に成長を促すとともに会社を変革し持続的な成長を遂げて企業価値の向上を実現すると,ということを 強く思っておりますとはいえ持続的な成長に向けての課題もございます大きくは成長事業の創出が成し遂げられていないということこれに伴って成長投資が未実施で自己資本比率が高止まりしていることでございますこれらを解決するために業務執行体制の変更を行いましたスピード感を持った経営を実践するということでチーフオフィサー制度を導入したということと 各執行役員に事業戦略に即した戦略タームを設定し事業戦略を推し進めることによって成長の実現を目指してまいります紙機が終了いたしました現時点でこの紙機の振り返りを行った上で戦略タームの見直しを行いましたのでより効力強力に成長を目指してまいりたいと考えております当社は成長を実現させマーケットの皆様の認知度向上を図りつつ 株価を高めて流通株式比率を改善当社の大きな経営課題である上場維持の達成を目指してまいります次のページにお進みくださいここでは流通株式流通比率等についてご説明させていただいております株主構成につきましては、まあ、主要な株主様といいますか大株主様3社の当社株式保有比率 こちらは23年3月30日から31日時点から変更はなく、まあ現在約73%のままとなっております。流通株式比率は、その他事業法人等の保有株式の増減により、2024年9月30日時点では23.24%となっております。スタンダード市場の上場維持基準である25%以上には達していないという状況が続いております。 引き続きマーケットですとか株価への影響を最小限にすることを念頭に置きながら2025年3月までに基準の充足に向けた取り組みを実行してまいります。最後に将来の成長に向けた取り組みをご説明いたします。当社は将来の成長に向けてナショナルアジェンダであります CO2 排出量の削減 こちらのの推進をを背景に新たな環境事業の創出を目指しております具体的には国土交通省の宣言に基づきましてさらなる GPU の利用促進により当社設備の利用率向上地方空港展開としての GPU 配備などを推し進めるとともに当社の基盤である空港を起点としたカーボンニュートラルに資する空港内の EV 化促進ですとか 再エネ普及に必要となるエネルギーマネージメントシステムまた AI 蓄電池事業こちらへの参入を目指しているところであります加えて空港外事業領域の展開といたしまして成長を続ける EC 物販市場における物流倉庫の保守事業への事業展開ですとか省人化・省力化技術の取り込みなどによる物流業界の効率化 などに寄与していきたいと考えているところですまた海外空港への当社固有の技術先ほどから申し上げております埋設型 GPU 設備の輸出などについても検討を進めております当社は航空需要の回復による業績の向上のみならず新たな事業領域への展開を進めて持続的な企業成長を実現し株主価値の向上に努めてまいります 次ページ以降は中期経営計画を再掲させていただいておりますので。ご参考にしていただけると幸いでございます。私からの説明は以上です。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。これより質疑応答の時間といたします。最初のご質問です。経営トップが交代されてから少し時間が経過しました。 大株主顧客先との事業上の良い変化、悪い変化は生じているでしょうか？といったご質問です。お願いいたします。はい、えー、ご質問ありがとうございます。えー、私からご回答させて、えー、いただきます。えっ、ー、と、まあ K トップ交代ということで、まあ私が当事者ですので、えー、ちょっと話しづらい面もございますけれども、まああのー、いい点。 良い変化というと、う、まあ、当社にとととって初のの株主から社社長でではないいいうことでございます。社員のモチベーションは高くなっているというように私自身肌で感じているというところでまあ社員からは受け入れられているというように思っていますまたあのガバナンスの観点においてですけれども私は指名報酬委員会におきまして公正な手続きにより選任いただきました 外形的な見られ方としても上場企業としての適切なガバナンス水準を備えてきたというご理解を得やすくなったのではないかと考えているところです事業についてですけれども私が社長になったからすぐに着手した戦略担務の設定につきましてチーフオフィサー制度の導入も行っておりますまあこういうことでスピードアップをした取り組みができているのではないかと まあ自分なりに考えているところでございます悪い変化と言っていいか分かりませんけれどもこれまでの慣習から、まあ、当社は変化を起こしている過程でございますまあ過渡期過渡期であると考えておりましてガバナンスに関しましてご理解をなかなか得られていないのではないかと少し時間がかかるのではないかということを考えているところでございますご回答は以上です ありがとうございました。続いてのご質問です。中間期の好調さを背景に通期業績の情報修正をされました。本社の業績は下期にやや変調する傾向があると思いますが、下期計画は売上で増収、営業利益ベースで見ると上期とほぼ横ばいの状況、その背景を教えてくださいといったご質問です。お願いいたします。はい、えー、こちらの質問は CFO の竹山からご回答申し上げます。 当社の業績としては下期延長型というところはご認識のとおりでございます。売上とセグメント利益の段階におきましては当初に、当期におきましても下期延長型でございます。ただし一方、本社費用ですね、こちらの方が下期にちょっとコストがかかるという計画を織り込んでおります。この中身としましては、先ほど社長からも説明がございましたが、成長にする投資が遅れているところ。 ここを下期にしっかりと取り込んでいく計画を織り込んでおりまして下期に全社費用が増えるということを織り込んでいる結果下期延長型が通期今までの木と比べると若干薄く見えているというところが原因でございます以上ご回答申し上げますありがとうございました続いてのご質問です人件費などコスト上昇圧力は今後も続くと思います コスト上昇分を価格転嫁するための値上げは現在行えるような状態でしょうか。エアラインさん、エアライン会社さん側の感触も含めて現状認識を教えてください。といったご質問です。お願いいたします。はい、えー、杉田からご回答いたします。ご質問ありがとうございます。えー、当然人件費ですとか天気代等々の上昇につきましては認識しておりまして、えー、価格改定の重要性は。 意識しております現在動力供給事業におきまして料金メニューの改定ということでお客様にも使いやすく我々にも利益創出できるような環境インセンティブも考慮したメニュー改定等を考えているところでございます。とはいえお客様であるエアラインさんにとってもコスト負担増になる可能性もございますのでそう簡単な交渉ではないと思っておりますけれども何としてでもやり遂げると。 いうことを今考えているところでございますご回答は以上ですありがとうございましたお待たせいたしました続いてのご質問です上場を維持しかつ独立した経営を維持するためには株価を上げることが不可欠だと思います杉田社長のご認識はいかがでしょうかまた今後1年ほどで株主価値を上げる施策は何になるでしょうかといったお質問ですお願いいたします はい、えー、杉田からご回答いたします、はいえー、やはり株価を上げることというのは上場会社として必須だと思っておりますまあ私どもお先ほどの説明の中でも申し上げましたけれども成長の実現ができていないというところがありますこの成長を実現することによって株価の上昇を図りたいとこの成長の実現に向けた投資も今後積極的に進めていきたい これによって株価上昇につなげ企業価値の向上を目指して参りたいと考えているところであります。以上ご回答申し上げました。ありがとうございました。続いてのご質問です。中期計画の具体的な数値目標を改めて教えてください。というたご質問です。お願いいたします。はい、えー、こちらの質問 CFO 竹山からのご回答申し上げます。 当社の中期経営計画で目標通知は掲げさせていただいておりますが、売上高につきましては2025年度末で150億円、当期につきましては143億円ですので、あとは最低7億円の増収を目指しているところでございます。営業利益につきましては営業利益率10%を目指しておりますので、150億の売上で申しますと15億円の営業利益、ROE につきましても10%を目指しております。また これとは別に空港外比率20%というのも、中期経営計画の中の KPI の一つとしておりますが、空港におきましては、ボラティリティが高い業界になりますので、あ事業を安定させるためにも20%を目指しているところでございます。現状の足元で申しますと12、12%が空港外比率となっておりまして、あと8%ほどをこの1年間で、このあと2025年度で伸ばしていくというところを目指しております以上上答と申しししげままたたありがとうごございました続い続てのご質問です。 今後のグローバル戦略についてタイのほかにどのようなエリアをターゲットにされるのでしょうかといったご質問ですお願いいたします CSO の辻からご回答させていただきます、えー、現在、えー、私どもはタイに現地法人をあの設けております、えー、現在のところはタイ以外のエリアに対して具体的な 投資をする、事業展開をする、計画はございません。しかしながら、インドネシアですとか、ベリトナムですとか、いくつかお声掛けをいただいているところはございます当社もそんなに大きな会社ではございません。のでリソースを、全体のリソースを考えながら、段階的に海外展開をしていくことができたらなというふうふに思っております。以上です。ありがとうございました。続いてのご質問です。 新規事業についての具体的な進捗状況について教えてください。特に植物工場についての展開はどのようになっているでしょうかといいいいったたご質問ですすお願いいたしますこちらについても 私辻の方からご回答させていいいたただきたいと思いますまず植物工場ですけれども当社は2020年に植物工場事業から撤退をしております他新規事業の進捗ってことでございますけれども先ほど杉田の方からご説明させていただきましたが昨今私どもはエネルギーマネージメントシステム つまり空港におけるエネルギーを需給のバランスをどのようにコントロールできるのかっていうことを研究開発しておりますこちらのシステムのプルーフ・オブ・コンセプトを年度内に構築をしまして来年度以降システム会社に発注をしましてこれができましたら蓄電池と合わせてエネルギーのマネジメントをする形で需給のバランスをとりより利益が創出できるようなものに したいというふうに考えておりますこれに関しては多くの空港管理会社さん、それからコンサル会社さんそれから技術専門知識をお持ちの大学機関の皆さんにご協力をしていただきながら進めている最中でございますもう一つは、えー、物流ホスサービスこちらについても最新の技術を取り入れましょうということで中国等の製品 ものを業務提携をする形で取り入れようと今準備をしているところでございますまあ、今年度投資をするっていうところまではなかなかあの至らないかもしれませんけれども来年度には必ずそれを実現していきたいと思っております以上ですありがとうございました続いてのご質問です株式の流動比率上昇へ向けて大株主の協力は得られそうでしょうか 彼らが非協力的だとすると理由はどこにあるでしょうかといったお質問ですお願いいたしますはい、杉田からご回答いたします、えー、主要株主3社様による当社流動株式率向上に向けてのご協力につきましては2022年度に7%ほどの株を放出していただいたという実績がございますまあ、その後交渉を続けておりますけれども まあ、あの今後も同様にご協力のお願いをしていくということを決めているところでございます。一方で、万が一、ご協力いただけない場合を考えて、自助,自助努力についても検討をしているといったところでございます。 自己資本比率が高い現状、今後の投資は自己資本また借り入れによる調達で、エクイティファイナンスはないものと見ておいてよいでしょうか、といったご質問です。お願いいたします。本質問に対しても辻の方からご回答させていただきます、えー。確かに自己資本比率が高止まりしている、えー、ごというのはご理解のとおりでございます。 当社は主要空港8空港に事業展開をしておりまして空港インフラの下支えをしているという自負がございますこの設備には多額の投資が必要なものでございましてまた定期的に設備の更新それから各空港の再編計画に準じて再投資も必要なものでございますそのため一定の内部留保をする内部留保を確保するという必要があるというのが当社の状態でございます 今後の資金調達についてですけれども、設備投資は回収に10年から20年かかるものでございまして、とても金融機関で、金融機関からの借り入れだけで賄えるものではございません。そのため、有利子負債や、有利子負債等も活用しつつ、エクイティファイナンスも必要に応じては、検討し、組み合わせることを考えております。加えて、先ほど 杉田の方からご説明がございましたけれども、私どもは将来の成長に向けて、投資を積極的にしたいという計画がございます。これらに必要な資金については、資本効率を勘案し、デフトとエク,エクイティのバランスを取りながら、資金調達をしてまいりたいと思っておりますす以上ででありがとうごございいました続いてのご質問です。 柏市での野菜収穫イベントの開催の狙いについて教えてくださいといったご質問です、お願いいたします。こちらのご質問についても、辻の方から回答させていただきたいと思います。 あの本イベントはですね当社にとって初めての企画になっておりますこの企画はあの社員の割と若年層といいますかあの若い年齢のみんなで考えていただいた企画でございますで目的としましてはあの当社 B2B をやっている会社ですので認知度があまりないという状況でございますしかしながらあの 昨今 IRPR を積極的に取り組んでおりまして、えー、AGP という会社を知っていただきたいそれから AGP が取り組んでいる活動も皆さんに知っていただきたい、えー、そしてそういう場を通して、えー、皆さんと触れ合い、えー、話し合い語らい合う、えー、機会を設けたい、えー、そういった意図で、えー、今回企画させていただきましたあのーぜひあのー、ご興味がある方はあのー、窓口の方へご連絡いただけたらと思います 失礼いたします以上ですありがとうございました続いてのご質問ですエンジニアリング事業は利益率も改善し好調に伸びておりますこれはサービス価格の改定が堅調なのか生産性が上がっているのかのどちらなのか要因を教えてくださいといったご質問ですお願いいたしますはい、えー。こちらの質問も CFO の竹山からご回答申し上げます エンジニアリング事業におきましてプライシング改善を行っていることは事実でございますしかしながらこれが大きく利益に貢献したというよりかは昨今の人材不足の中この人材不足をどう賄っていくかということで業務効率化等を進めていますただ業務効率化を進めるという中では品質を担保しながら業務効率を進め精進化省力化を試みた結果利益に大きく貢献したということでございます えもう少し具体的に申しますと、人件費の増加を抑えつつ、えー、航空需要が回復する中で業務が増えてきてまいりますけれども、既存の人員の中で賄ったことによって大きく利益に貢献したということでございます。以上、ご回答申し上げました。ありがとうございました。続いてのご質問です。先ほどの流通株式比率に関する質問で、杉田社長がおっしゃった事情努力というのはどのようなものを想定されていらっしゃるでしょうか。 辻様がエクイティファイナンスについて言及されましたが、公募増資なども自助努力の一つとなるのでしょうか？といった質問です。お願いいたします。本質問についても辻の方から回答させていただきます。えー、手段についてはあの検討の一つ。えー という認識をしておりますしかしながらあのー、実際のところ、えー、株価の配慮する必要があるというふうに私どももあのー、理解をしておりますので慎重に株価を見ながら、えー、実行を進めていきたいというふうに思っております以上ですありがとうございました続いてのご質問です GPU の使用比率を2030年までに100%に持っていきたい計画の中、中間期ではまだ54%とありましたが、100%に持っていく方策を教えてください。また、GPU 比率のアップは、本社の業績に大きく期待できるものと見てよいでしょうかといったご質問です。お願いいたします、はいえー、こちらのご質問には杉田からご回答させていただきます。 はいえー、まず当社は空港における環境貢献のリーディングカンパニーということを自負しておりまして、まあ、主要空港において中期中の航空機に電気ですとか空調機をサービスするという事業を、まあ、今期実は60期でございまして60年にわたり提供してきたということでございます。 またナショナルアジェンダにありますカーボンニュートラルに向かって当社の GPU 利用率向上これそして最終的には100%ということを目指してこれによる環境貢献を行っていきたいということを考えておりますこれを達成するためにもです、ね、あの当社の GPU 設備を使用していただく利用していただくすべてのお客様に対して 中立的かつ公平なサービスを提供することが重要な使命だと考えているところでございます。うん、つきましては、空港の脱炭素化をもと共に強力に推し進めるという航空会社様と、まあ、あ,あ、歩みを同じくしてですね、航空会社様にもメリットのある環境貢献インセンティブなどを考慮した新たな料金メニューの策定、 を今進めているところであります当社といたしましては環境貢献と利益創出の両立これによって企業価値の向上を目指したいということを考えているところでございますご回答は以上ですありがとうございますありがとうございました続いてのご質問です社長様が今ビジネス上一番エネルギーを割いていらっしゃることは何でしょうかといったご質問ですお願いいたします ご質問ありがとうございます。まあ、私が一番エネルギーを割いていることというご質問ですけれども、まあ、基本方針で申し上げましたとおり、私は AGP という会社は独立した上場企業であるということで、ガバナンスをしっかり高めていくということ、これに注力しているというのが一番エネルギーを割いているということだと思います。ついで、やはり成長の実現に向けた取り組み、この推進を、 進めるということにも力を割いておりますのでこの二点というところだと思っております以上ご回答申し上げましたご質問ありがとうございますありがとうございましたそれではお時間も参りましたのでこれをもちまして質疑応答の時間を終了といたします最後に杉田社長よりご挨拶がございますよろしくお願いいたしますはい、えー、皆様本日はご対応のところ AGP 投資家説明会にご参加いただきまして誠にありがとうございました。今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。